こんにちは。今日はですね、こちらのカスタムです。とエアジョーダン3のモカですね。個人的にね、ジョーダン3が好きで、まあ下手したら AJ1 より履いてるんじゃないかなって思うぐらい普段使いとしては多いジョーダンの中ではモデルかなといった感じで、割とねカスタムもたくさんしてきてます。ちょっと何足かあるんですけど、まあこういうねベースを残しながら少しカスタムしてるものだったりとか、まあ、こういうベースをね思いっきり変えてしまってるものもあります。これもそういう感じですね。まあ個人的に好きな点で言うと、まあ白アッパーのものが好きで、あとこうフォルム的にやっぱシンプルで、まあ、ミッドカットに近いような高さなので、まあ、コーディネート的にも自分が、着用するんであればハイカットよりはローカットとか、まあ、ちょっと低めのものの方が個人的には合わせやすいので、まあ、ジョーダンで人気なのもね、1、あと4、5、6あたりは人気が高いかなと思うんですけど、そのあたりのハイカットよりはボリュームもあるんだけど、割とこうシンプルめにね履ける、3が好きで割とカスタムをしてます。で、まあヒールがね、ナイキマークの OG タイプのものはあまりカスタムしてないんですけど、こういうジャンプマンタイプのものは割と安く買えたりするので、そういうものをベースに使ってたまにねカスタムしてるような感じです。で、今日はこうねモカを使うんですけど、まあ、モカはねかなり、シンプル、色をつけていきやすいということで、今回モカをベースに選びました。でただ販売からねちょっと時間も経ってるので、こう微妙にね人気が高くないモデルっていうのは出回ってる数もね後々探すと少なかったりするので、自分のサイズのものが、まあ、ちょうどいい値段ぐらいで出てるのをね根気よく狙って、購入して、もう安く買えました。1万ちょっとぐらいかなっていう感じです。で、状態としてはそんな悪くないんですけど、少しね汚れがあったりするんで、まあ、こういうのは、どうにかできるかなって言った範囲だったので、これでカスタムしていきたいと思います。今回の動画はですね、ある程度順を追って、こういう工程でやってますっていうのが今までのねカスタム動画よりは分かりやすくできたらなという感じでやるんですけど、まあ言っても作業時間長いんで、その間ずっと喋ることはできないので、ポイントポイントでねここ気をつけてやってますっていうところが、まあ、なんとなく伝わればいいかなと思ってやっていこうと思ってます。で、まあ単純にこのねモカを使ってこういう風にやりましょうっていうよりは、まあ部分的にこういう考え方で、この人やってるんだなぐらいで部分的に自分のねカスタムに活かせていただけたらいいのかなと思ったので、まあこういうカスタムはあくまでね自己流なので公式でもないですし、だからまあいいなと思ったとこだけ、ピックアップしてもらえればいいかなと思います。ではね、下準備からしていきたいと思います。ここから下準備をしていくんですけれども、僕はですねやっぱ観賞用ではなくて実際に履いていくので、結構こう塗料の食いつきがちゃんと良くなるように割と下準備を丁寧にやるタイプです。なので、まあ、他のねカスタム動画の方とかはあんまりね、土台をヤスリで削ったりとかはしてないですけど、僕は結構そういう部分をしっかりやっていくので、まあ考え方的に、まあ、僕もそうかなって思っていただける方はそういうのを真似していただけたらなと思います。で、AJ3 の厄介なところで言うと、結構パーツごとに素材が違う部分が多くてですね、まあ、このメインのレザーのところは普通のねカスタムと一緒なんですけど、こういうプラパーツだったりとか、こういうラバーのパーツもあるし、あとですねこのミッドソールが結構ねややこしくて、結構中古でね見たことある方はね、ここが割れてるのをよく見るんじゃないかなと思うんですけど、ウレタンの上からね、結構厚めの顔料で塗ってあるので、まあここは少しクッション性のあるところなのでね、ここがやっぱりどうしても劣化してくる。まあ、塗料の縮みというか、まあそういうのも出てくるんで、やっぱ割れてきてるんですよね。で、今回のも、
上からね結構厚めに塗ってありそうだなといった感じです。これはですね、実際リリースのタイミングのモデルが違ったりとかで結構ね塗料の雰囲気が違ったりはするので、まあそこのね見極めはしっかりしないといけないですけど、まあ自分が今回色をつける部分に関しては結構しっかりヤスリで削って上からのせる塗料の食いつきを良くしていこうと思います。で今回このミッドソールに関しては、まあ、アセトンだったりとかあとヤスリでしっかり削って、まあ完全に取れないかもしれないんですけど、まあ取れるとこまではちょっと頑張っていこうかなと思ってます。なので結構、まあ、カスタムした後ガシガシ履きたい方とかはこういうプラパーツとかは極力カスタムをしない方がおすすめです。どうしてもこういうねパーツ塗りたくはなっちゃうんですけど、塗るだけは塗れるんですけどね、実際にすぐ剥がれたりすると思うので、まあ、丁寧に下処理をするか、まあそういうところを避けてやっていただくのがいいかなと思います。ではじゃあ一番大変なねミッドソールをちょっとね剥がしていきましょう。なんかね最初削ってたんですけど、あまりにも分厚すぎて最初ある程度アセトンで取った方が早いかもしれないので、最初にねアセトンで取っていこうと思います。で、ね、こうやって剥がしていくとここね今ちょっと色が変わってきてるのも分かると思うんですけど、まあ表面のね顔料が溶けてる状態です。で僕はですねここ後で、色塗っていくんで多少はみ出しても大丈夫なんですけど、ここの色変えない方とかはしっかりねマスキングをしてからやってください。今こっちの下だけ、アセトンでねしっかり取りました。上が、そのままの状態なんで、まあ、色の違いちょっと分かりにくいんですけどね、白から白なんで、ただ下のが少しね、真っ白よりは若干クリームっぽく見えてると思うんですけれども、もともとね乗ってた顔料を取るだけで、これだけのコットンを使ってね取りましたぐらい結構びっしり分厚めに塗ってあるので、ただやっぱりこういうところをしっかりしてあげることで、履いてもね色が削れにくかったりしますんで、もしこういうとこ塗られる際はね、しっかり削ったり、元のね塗料を取ってあげたりするといいと思います。ただまあウレタンなんで、まあ、もちろんいいことではないです。アセトンとかでね拭いてしまったりすることもよくはないんですけど、まあ一発で履けなくなるとかではないので、まあそのあたりはね自己責任でお願いします。はい、これで両足ミッドソールの顔料取りました。で、この後塗っていくところなんですけれども、塗料を塗るとこで言うと、このまあミッドソール全体と、あとここのね、ヒールのパーツも塗ります。まあここはね、食いつきがすごく悪いと思うので、このね、元々のジャンプマンのモカのカラーのところも取って、軽くね、全体ヤスリをかけていきます。で、ここのね、中間のプラパーツも塗っていこうと思ってます。なのでここもヤスリをかけていきます。ジャンプマンのカラーはアセトンだけで取れますんで、でこういうプラパーツもできればしっかりヤスリをかけた方がいいのと、ここはね中レースが通るんで、要は常に擦れるとこなので、まあどうしても取れやすいかなとは思うんですけど、まあ、念のため、まあ、こういうね穴の内側を通るわけなんで、ここにしっかりね、まあ、丸い棒状のヤスリがあればそれでもいいし、
これ紙やすりをね丸めてしっかり通してあげて、ここも削ってあげるとよりいいかなと思います。で今回ですね、アッパーのレザーの部分でいうと、ここの今白くブロッキングされているところ、ここをカラー塗っていくので、まあ、そんなに面積は広くないんですけど、まあ、曲がったりするときにね、ここにシワが入る部分があるので、まあ、この近辺を、まあ、念のためヤスリで軽くね、ちょっと細かめのものがいいんですけど、それで削っておくと、まあ、曲がった時のひび割れとか塗料が剥がれてきたりっていうのをしにくくはなってくると思うので、まあ、そのあたり中心でいいんで、まあ、気にしてあげるとよりいいかなと思います。でこれで、ある程度ヤスリを使って削っといた方がいいなっていう部分は、ヤスリがけ終わりました。で削りカスとかも出てるので、ここから全体をアセトンでね綺麗にしていきます。これでね下処理終わりです。まあ、結構地味な作業、ここの段階ではまだ見た目はね変わらないので、完成図が見えてたらね早く仕上げたいっていう気持ちになるのはわかるんですけど、まあ、こういうとこしっかりやっていかないと、やっぱ強度的にね、上から塗るだけのものなので、剥げてきたりしてしまったら、すごくね見栄えが悪くなってしまうので、まあ、一回でもカスタムしたことある人は経験あるんじゃないかなと思うんですけど、まあ出来栄えはね、見た目はすごくよくできるんですけど、やっぱり履けないような状態になってしまうというか、まあこういう曲がる場所がねひび割れてきたりとか、ツルツルしたところに乗せてしまったところがね、取れてしまったりとかっていう経験あるんじゃないかなと思うんですけど、まあこれで全く取れなくなるっていうのは難しいですけど、でもこういう処理をすることで、もっとね自分がペイントしたところがね長持ちしてくれるので、まあ、プラモデルとかね作られる方は当たり前の作業ですけど、こういう下処理をね仕上げると全然違うので、ここ丁寧にやってあげるといいと思います。でここから、コーヒー染めをしてベースの色にちょっとだけ色をつけたいと思います。塗る前にですね、やっていきたいと思うんですけど、まあよくやってるダンクとか、ああいうのは別に気にせずに、熱いお湯にね、つけても大丈夫なんですけど、まあエアが入ってるし、もう丸出しのモデルなので、まあ、温度はね、あんまり高くなく、本当にぬるま湯ぐらいで、染めれるとこまで染めれたらいいなぐらいでやっていこうと思います。そんなにまあ、めちゃくちゃ濃い色にするわけじゃないので、ちょっとそれにね、つけて、洗って乾かして、で、一晩、二晩置いてから、今度はねペイントの方に移っていきたいと思います。じゃあここからねコーヒー染めしていきます。はい、これでコーヒー染めして一晩乾かしました。真っ白じゃないぐらいに染めた感じですかね。まあ、今回のカスタムはすごくヴィンテージ感を強くするっていうものではないので、まあ、あまりにも真っ白なのはちょっとなっていうぐらいなので、まあ、少しだけ淡いクリームかかったねホワイトになればいいかなっていうぐらいでやりました。でここから、カラーをのせていきます。で今回はですね、もともとモカのカラーなんですけど、ブルーをねメインの割とシンプルな仕上げにしたいと思います。でミッドソールに関してはいつもやってるマッキーをやってからの上からねアンジェラスでやる部分は、ここのゴムのフロントのとこだけですね。ここのウレタンのところはもうそのまま塗っていこうかなと思っております。もうヤスリもかけてありますし、それでやっていこうかなと思います。いつも通りねこのマッキーでやっていきたいと思います。今回のモデルはここねちょっとはみ出しても別に大丈夫なので、マスキングなしでやっていきたいと思います。ここはねアセトンで拭き取りながら伸ばしていくんで、きっちりきっちり塗らなくても大丈夫です。僕はこの拭き取る時だけビニールの手袋してるんですけど、お肌弱い方とか手荒れされる方とかは、アセトン使う時とかは
なるべく、手袋してやってあげた方がいいと思います。あとですね、このヒールのねパーツ、ここもラバーなんで、ここも、マッキーでね最初やっとこうかなと思います。ここははみ出ると白のアッパーはそのまま残すので、マスキングしとく方が安全かなと思います。これでねクリーム色に塗るところのベースの下地は終わったので、次ね順番はどうでもいいんですけど、今回僕はここのねアッパーの下の部分、ここをねブルーにしていきたいんですけど、まあ、白の上にブルーは乗るんですけど、こういうね濃い色の上からブルーっていうのはなかなか乗りにくいので、まずはこのね色を一回隠していきます。まあ白とか使うのが一番まあ無難は無難なんですけど、乗せる色がブルーなので、まあ白とかがね、多く混ざってればインペリオが強くなってくるので、ブルー系に白を混ぜて、まあ水色ですね、水色みたいな色で、下地をもう塗ってしまって、その上から希望色というか、自分の塗りたいカラーを塗っていく手順でやっていきたいと思います。まあ、今回こんな感じで、まあ青系だったら水色、例えば赤に塗りたいんだったらピンクとかね、そういう感じで白が混ざってる色で隠していくと、まあ重ね塗りの回数も少し減るかなと思います。これでねベースを塗っていきたいと思います。はい、これで、ベースのねカラーを塗りました。水色でね塗って2回塗りましたかね。そんなにねきっちり塗りすぎなくても、まあここからまた重ねてはいくので、僕の次乗せるカラーだと大丈夫です。次乗せる色が隠蔽力が弱いカラーなんであれば、ここをもっとねしっかりした方がいいです。でここから色を作っていくんですけど、ブルーを乗せるんですけれども、ベースのカラーはこのねロイヤルを使うんですけど、このロイヤルも少しだけ色を調整していきます。細かい配合はちょっと言わないんですけど、若干ね緑寄りのブルーにしようかなと思っております。はい、これで1層目塗った状態です。少しねまだムラが見えるので、もう1段階塗っていきたいと思います。はい、これでねブルーのところ塗り終わりました。他でブルーは使わないかなーって今のところは思ってるので、このまま進めていきます。あとはですね、ここのミッドソールとバックのパーツ、ここをクリームカラーで塗っていきます。はい、ということで、また日をまたいでしまいましたけれども、大まかな部分は完成しました。ミッドソール、アッパーともに完成しました。で、最初の計画と変更した点で言うと、ダークモカのね部分、まあ、ここのアイレットとか、正面のジャンプマンでアウトソールはモカのカラーが残ってたんですけど、それそのままね使おうと思ってたんですけれども、まあカラーしていくうちにこのブルーとねなんか相性がやっぱり悪いなと思って、もうブラックにしてしまいました。個人的にはねあんまりアウトソールを顔料で塗装するのはねおすすめしないんですけど、まあこれ剥げても黒の下に焦げ茶なので、まあまだね白が出てきたりするとちょっとあれなんですけど、
黒から焦げ茶だとまだ分かりにくいかなと思って、まあ裏全面は塗ってないんですけど、側面とちょっと内側にかかる部分は黒にしました。ということで全体はこんな感じです。後ろのジャンプマンはね、このまま塗らずにいこうと思ってます。まあこのカラーブロックで言うとね、フラグメントの LS3 に近いカラーでやってるんですけど、まあ、フラグメントはそこ以外はね真っ白の感じだったんですけれども、これは少しクリームの色を足してる感じですね。でお次は、まあこれはね別にやってもやらなくてもいいかなっていう感じなんですけど、まあ古いスニーカーだとちょっとボンドがはみ出たようなところがねオレンジっぽくなってたりするような部分、ああいうのねちょこちょこやったりするんですけど、今回ですね、まあこのブルーのレザーの部分とこのウレタンの境目が丁寧に塗ったつもりなんですけど、やっぱちょっとね違和感あって、まあそこをごまかす意味合いも込めてちょっと、オレンジをねつけていこうかなと思います。これは僕はいつも、スピランで油性染料でやってます。ペンとかでやってもいいんですけどね、油性染料でやってます。まあこれはちょっとおまけ的な感じなので、まあやってもやらなくてもといったところです。まあこれはですね、まあ、塗っていくというよりはプラモデルの墨入れに近いような感じで、ちょっとこう隙間に流し込んでいくような感じでやります。あまりオーバーにはやらないです。はい、これで、ソールとねアッパーの間の部分、そこもちょっと調整したところです。これでメインのカスタムは終了です。で最後ね、よく質問で聞かれるんですけど、フィニッシャーですね。今回はフィニッシャーをしていくんですけど、YouTube のコメントだったり、Instagram でもね、フィニッシャーどうしてますかっていう質問がすごく多くてですね、個別に回答はできてないんですけど、フィニッシャーに関しては、まあ、あくまで個人的に僕はこう思ってるっていうとこなんですけど、質問いただく方はね、結構、フィニッシャーをすることで、例えば剥がれにくかったりとか、すごくこうこのカスタムした部分を守ってくれる的な感覚で聞いてる質問が多いなという感じなんですよね。でも個人的には、最後の質感調整っていうのが、主な用途としてます。というのもですね、あくまで、同じ成分の透明版っていう考え方が近いと思うので、フィニッシャーをしたからといって塗料が剥がれにくくなるかといったら、なんならより厚塗りになることなので、曲がったりする部分に対してはすごく、有効ではないと考えています。なので、最後ちょっと、ツヤを出したいとかツヤを抑えたいとか、そういう部分がメイン。あとはですね、汚れ、まあ、例えばこういうレザーの白いアッパーのところに何かが擦れた時に、まあ、黒い線が入ったりとかね、よくあると思うんですけど、まあ、そういうのがより、つきやすく残りやすくなってる。塗料を削れてしまったりとか、あと色がねつきやすかったりするので、まあ、そういうのを多少防いでくれるかなといったぐらいの考え方の方がいいと思います。過度にフィニッシャーに頼りすぎるというか、そこに期待しすぎても強度がそんなに変わるわけではないと思ってます。今回のカスタムはですね、割とデリケートなパーツが多いんですよね。このラバーのパーツだったり、プラスチックパーツだったり、ウレタンだったりとか、普段シンプルなカスタムするときみたいなレザーアッパーとゴムソールの組み合わせっていうのよりは、異素材が結構入ってるので、まあ、質感の調整もしたいですし、あとまあ色自体がこういうねクリームっぽい色を使ってるので、より汚れがねつきやすくなってしまうので、そこの多少足しになってくれればいいなぐらいでフィニッシャーをしていこうと思っております。で普段メインはこのねマットアクリルフィニッシャーです。
ただ結構マットって書いてあるんですけど、これ単体ではそんなにマットにはならないです。これにねダラを混ぜていかないと、例えばフラットホワイトとかフラットブラックとかは、艶消しの質感がもう出せるようになってるんで必要ないんですけど、他のカラー使ってる時って結構テカテカに仕上がると思うんですよね。それを最後仕上げで押さえてあげる。僕は塗料に混ぜるっていうよりは最後のフィニッシャーで、その質感のところは調整するので、これをベースに、まあ、10% 入れば結構入ったかなぐらいの感じで、結構少なめで僕はやってます。これを混ぜれば混ぜるほどもちろんマットにはなるんですけど、かなりこれ自体がね脆くしてしまうというか、ひび割れの原因だったりするので、これは本当にちょっとだけ最低限のところで、抑えるようにしてます。完成しました。 YouTube 撮りながらだとね結構時間かかってしまいましたけど、結構カスタムとしてはねシンプルなんですけどね、色がここブルー、メインはここだけなんでそんな複雑なことはしてないんですけど、こうやってね僕みたいに土台にかなり時間をかけるタイプだと割とね一足仕上げるだけでも時間がかかると思います。ただその分ね着用しても割とね普通に塗るだけよりは割れにくかったり剥がれにくかったりは多少ねしてくれるんじゃないかなと思っております。いつもねコットンのシューレースを買って、ほとんどのスニーカーは付け替えてるんですけど、今回ねいつも使ってるのとちょっと違うものを使ってます。少し細めのものを使ってます。以前紹介した、コットンのシューレースもまだね全然いいんですけど、最初紹介した時よりねちょっと変わってしまってて、まあ、1ミリぐらいなもんだったと思うんですけど、若干ね太くなってるというか網がちょっと緩くなってる感じなんですよね。なんで触った感じは質感は柔らかくはなってるんですけど、僕は結構目の詰まったギュッとね硬い感じのところから履きたいので、若干それよりも気持ち細く感じるものを最近ちょっと試したりはしてます。まだねどっちが完璧にいいかっていうのはないんですけど、ちょっとヴィンテージ風なものの時はねこっちを使ったりしてます。こっちはですね少し、粗めの雰囲気が出るんですけど、でもこう締めた時とかもそうですし、まあ緩めても割と細めのねシューレースの感じがしっかり出るんで、ヴィンテージ系のものには最近ねこっちを使ってます。で今日使ったものも、大まかにはなるんですけど、リンクにこんなん使ってますよみたいなの載せとくので、よかったら覗いてみてください。であとついでにねシューレースは、僕ジョーダンの3はアンダーラップにしてるんですけど、他のスニーカーはほぼオーバーラップで結ぶんですけど、AJ3 に関してはちょっとねここのホールを使った場合に1段目と2段目がね結構間隔が狭いんで、オーバーラップにするとねここの先だけがねギュッて詰まったような感じに見えちゃうので、割とこう均一に、広がってほしいなっていうのだとアンダーラップの方がバランスがいいかなと思って AJ3 に関してはアンダーラップで結んでます。でですね補足としては、今までやってきたものと結構ダブった説明もあるとは思うんですけど、ヒートガンですかね、まあ、ヒートガン必要ですかって聞かれたりもするし、まあなくてもできるっちゃできるとは思うんですけど、あれはね乾かすっていう感じよりは僕は熱圧着の意味合いの方が強いんじゃないかなとは思ってるので、あるに越したことはないと思います。まあドライヤーでも代用もちろんできるとは思うんですけど、まあ出てくる熱の温度が全然違うので多少意味合いは変わってくるのかもしれないですけど、まあ、当て続ければもちろん高温になってしまうので、それでもいいのかもしれないですし、まあただ髪の毛に使うもんなんでね、こういう工作みたいなこととはちょっと分けた方がいいかなとも思ってますんで、まあ道具揃えていく上で余裕が出てきた時に
1個買うとね、まあああいうちょっと専門の道具みたいなのもあるのもちょっとテンション上がりますし、いいとは思います。僕は1層ずつ、ヒートガンで、熱を当ててます。まあこれが当てたものと当ててないものの比較をしたりとかまではしてないので、当てたことですごく強力になるかって言われたらそうではないのかもしれないですけど、まあアクリルの製品なので、まあ当てた方がいいんじゃないかなとは思いながらやっております。はい、今日の動画は AJ3 をねカスタムしてみました。もともとはモカの、カラーリングのものからブルーに変えてやってみました。まあ肯定的にというか、先ほども言いましたけどカスタム自体はすごくシンプルなものなので、なんかこういうカスタムがいいんじゃないかっていう提案よりは、まあ僕はこういうとこに気を使って、まあ実際に履く上で強度とか、アクリルのね顔料ののりの加減だとか、まあそういう部分気にしてますよっていうようなところをね、しっかりやってみました。まあこういうのはねそんな焦って作るもんでもないので、あの部分部分丁寧にやってあげるとまたね違うと思うので、まあ全部を全部っていうわけじゃないとは思うんですけど、まあ部分的にこういう部分は取り入れてもいいかなっていうところあったらね、ぜひご自身でカスタムするときにもね、ちょっと今日見た工程をあの足してあげるのもいいんじゃないでしょうか。まあ、あくまで自己流なので、あのいろんな方のを見ていろんな部分を参考にして、自分の見た中でのいいとこ取りをしていけば、あの限りなく好みの感じまで持っていけるんじゃないかなとは思いますので、まあそんなにね高くないスニーカーから始めてみてもいいんじゃないでしょうか。まあもうちょっと寄りの写真だったりとかはあのインスタグラムとかにもアップするとは思うので、そちらもね覗いてみてください。今日もありがとうございました。